ウィーン大学植物園ウィーン大学植物園は1754年に設立された植物園である。現在はウィーン大学の生命科学学部の施設である。約8エーカーの敷地に約9500種の植物が栽培されている。1754年に植物園はホートスメドカスとして1エーカーの広さで開設され、マリア・テレジアが G のゲラルド・ファン・スウィー・テンの助言をもとに拡張する土地が購入され、フランス生まれで、ウィーン2794年から住む植物学者、ロージェやアントン・ヨーゼフ・ケルナー、リハルト・ベット・シュタイン、フリッツ・ノールらが植物園長を務めた。第二次世界大戦の爆撃で植物博物館は破壊され、200以上の木々が被害を受けた。 1970年代までローターゲイトラー延長によって再建された。ありがとうございます。